埼玉西武ライオンズ対阪神タイガースのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはライオンズの先発戸亀が ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。先制のチャンスだったんですがファーストゴロに倒れています。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で迎える6回の攻撃です。ストレートが決まりました。スピードボールを持っています。バッター手を伸ばして取った。一塁送球アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。ここはファイン、ご覧いただきましょう。このダイビングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。キャッパヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンうまく打ち返しました。タイガースピッチャーが変わります。一打先制の場面でマウンドに上がったのは三上。さあそしてバッターボックスには今宮が入ります。さあ一打先制のチャンス、まあ、この辺りで均衡破り一撃が欲しいですよね。なるほど、そうですね。まず何を投げてくるか。ランナースタート、高めのボール打った。ここは打ち上げています。セカンドランナータッチアップ。ツーアウトランナー三塁とかあります。勝敗つかず、このゲーム引き分けとなってしまいました。埼玉西武ライオンズ対阪神タイガースのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。7回の裏ライオンズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。背番号21戸亀が2番手としてマウンドに上がります。西さん、ここで追加点が入るとグッと勝利に近づくと思うんですが、どうですか。そうですね、もちろんですね、もうちょっと話しておきたいですよね。もう1点がどちらに入るんでしょうか。初球は何から入ってくるか。ストライク、初球は変化球当たりません。得意のボールでストライクを取りました。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている伸び入ったソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、マスカットスタジアムのスタンドに消えていきました。高めに浮いたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとあってスタンドに届いていきました。力の高めのストレートでしたけどね、力負けしなかったですね。はい、今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。この試合終盤、貴重な追加点となりました。バッターは DH 銀次。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ライオンズホームランで追加点を挙げています。西さん、勢いが出てきましたね。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。そうですね、この勢い。初球打ち、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ノーアウトランナー二塁です。得点
点のチャンスを迎えています。もうまさにジャストミート、速い打球でしたね。はい、さあそして打席には今宮が入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですから、ぜひ点を取っていきたいですね。なるほど、そうですよね。セカンドランナーしっかり捉えた、ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁を回った、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは三塁まで進みました。ライオンズ追加点、3対0、これでリードは3点となりました。ご覧いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を広げます。まあそうですね、勢いがありますよね。この試合終盤、貴重な追加点となりました。試合を制したのは西武ライオンズです。小宮山さん、盤石な投手リレーで見事接戦をものにしています。ピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、先発ピッチャーがしっかりとした投球をして、それを受けて、まあ、リリーフピッチャーたちが頑張るというのが良かったんじゃないですかね。系統もズバリハマった今日のゲームでした。埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。6回の裏、ライオンズの攻撃、バッターボックス山本、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で迎える6回の攻撃です。さあまず1球目、ストライク、打ちました。弾き返した打球はセンターへ、この打球はフライになっています。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは2塁到達、先制のランナーが出塁していきます。ここはうまく打ち返していきました。ツーベースヒット、失敗。初球からスタートしましたが、ここは失敗に終わりました。3球目打ちました。ライトの前落ちる、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー2塁となりました。ここはうまく引っ張っていきました。よほん、先制のランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、ライオンズ先に点を取りました。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いやこれ難しいボールですよ、よく持っていきましたね。ここで先制点が入りました。西武ライオンズが僅差で勝利を収めました。
埼玉西武ライオンズ対阪神タイガースのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。8回の裏、ライオンズの攻撃です。バッターボックス、堂林、先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。いや、貴重な一発でしたよね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。打ちました、セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターボックス、西川、今日はまだ当たりがありません。ワンアウト、ランナーありません。初球打ち、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ここはうまく引っ張っていきました。采配もズバリハマりました。埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。6回の裏、ライオンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。西川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ライオンズ1点リードで迎える6回の攻撃、引っ張った、ファーストの横抜けました、先頭バッター出ました。ライオンズノーアウトランナー1塁です。見事なバッティングでした。リプレイ、まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁と、タッチアウト、盗塁失敗。意外なスチールでしたが、次の塁に進ませてくれません。ちょっとストライク、空振り三振、ツーアウトになりました。バッターボックスには指名打者の銀次、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球時弾き返した打球は左中間へ、熊谷が掴んで3アウトです。西武ライオンズが僅差で勝利を収めました。
埼玉西武ライオンズ対阪神タイガースのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。6回の裏、さあライオンズ、この回は4番から始まります。バッターは小野崎、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ライオンズリードで迎える6回の攻撃です。緩いボール決まっています。2球目打ちました。三塁線落ちてフェア、打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。先頭バッター出ました。ライオンズノーアウトランナー2塁です。さあランナーが出ます。どう得点に絡めていくのか。さあそしてバッターボックスには銀次が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですね。走ってきた、キャッチャー三塁送球する。三塁はタッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですが三塁に進むことはできませんでした。まあちょっと無理がありましたかね。あっという間にツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになっています。打順は6番今宮。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですがどうでしょうか。いや、たまにね力がなくなってきましたね。打ちました。牧、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。試合を制したのは西武ライオンズです。小宮山さん、盤石な投手リレーで見事接戦をものにしています。ピッチングをご覧になっていかがですか。そうですね、先発ピッチャーがしっかりとした投球をしてそれを受けて、リリーフピッチャーたちが頑張る、よかったんじゃないですかね。継投もズバリハマった今日のゲームでした。埼玉西武ライオンズ対阪神タイガースのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。6回の裏ライオンズの攻撃、バッターは DH 銀次。先ほどの打席でヒットを放っています。ライオンズリードで迎える6回の攻撃です。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。ライオンズノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには6番今宮。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを走ってきた、ヒットエンドラン、センターへ抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。エンドランが見事決まりました。ノーアウトランナー三塁一塁。さあそして打席には金子が入っています。さあ追加点の欲しい場面。ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですよね。走ってきた、インサイド打った、センター前抜けていく。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーホームイン、ライオンズ追加点、3対0、リードを3点に広げました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。この流れに乗ってね、この回で大きく勝ち越しておきたいですよね。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。試合を制したのは西武ライオンズです。西さん、投打がしっかり組み合っていました。チーム力素晴らしいですね。そうですね、打つ方も投げる方も、そして守る方も非常に集中力が高かったですね。そうですね。
埼玉西武ライオンズ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。6回の裏、ライオンズの攻撃。バッターボックスには指名打者の銀次。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ライオンズリードで迎える6回の攻撃です。初球打ち、ヒットになった。先頭バッター出ました。ライオンズノーアウトランナー1塁です。6番バッター今宮、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席ランナースタート、ヒットエンドラン、三塁線落ちてフェア、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。エンドランが見事決まりました。おバッターは7番金子、連打でチャンスを広げた場面となっています。まあ、ちょっと球威が落ちてきた印象があるので、ここで点を取っておきたいですね。さあ、ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。ランナースタート、打った、掴んだ、一塁へ、一塁アウト。その間にサードランナーホームイン、ライオンズ追加点を挙げました。試合を制したのは西武ライオンズです。西さん、投打がしっかり噛み合っていました。チームルーム、埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。6回の裏、さあライオンズ、この回は4番から始まります。この先がバッターボックスに入ります。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。よく決めてくれましたね。まあ、ちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。ライオンズノーアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っている。ファーストランナースタート、キャッチャー送球、タッチアウト、盗塁失敗。意外なスチールでしたが、次の塁に進ませてくれません。2球目は何で来るか。打ちました、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、ランナー出塁しました。ここは綺麗に流していきました。ナイス。ランナースタート、打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点。セカンドランナーサードがパスを蹴った、セカンドランナーホームイン、ライオンズ追加点、2対0になりました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。まあ、こうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。今日は見事な完封で白星を挙げました。
埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。6回の裏、ライオンズの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。背番号21、戸亀が2番手としてマウンドに上がります。バッターは外崎、今日はホームランを放っています。ライオンズリードで迎える6回の攻撃です。真ん中打ちました、入れました、ファールボール。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。1塁蹴って2塁に向かう、バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッター出ました、ライオンズノーアウトランナー2塁です。得点のチャンスを迎えています。もうまさにジャストミート、速い打球でしたね。はい、さあそしてバッターボックスには銀次が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど。セカンドランナー打ちました、ヒットエンドラン、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナースタートを切っていましたので悠々と今ホームイン。ライオンズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。うん、この流れに乗ってね、この回で大きく勝ち越しておきたいですよね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。バッターボックスは6番今宮。ライオンズこの回1点を入れています。さあ4点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。まあ、このままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか、走ってきた、打ちました、ヒットエンドラン、抜けました、バックホームする、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。西武ライオンズ打ちに打ちました。